日本の政治家。元埼玉県行田市長。埼玉県出身。埼玉県立行田新治虫高等学校を卒業後、行田市役所に入庁。1992年に、同志企画部さん受験秘書課長。翌1993年に教育次長となる。その後、助役に就任。2003年4月27日に行われた。 市長選挙に、前市長、山口次郎の後継者として出馬。市の職員組合や医師会などの支持を得て、4候補を相手に戦い初当選。5月1日に市長に就任。市民への調査結果などから、羽生氏や南河原の村との合併協議に、吹き上町を加えることを主張し、市長など三役と教育長の給与を減額する条例を提出した。 また、2003年8月には、行田市が、教育特区に指定され、小学生の英語教育や30人学級の、モデルケースとなった。2006年には、赤字となっていた、西部園競輪場での年1回の競輪開催の、見直しを決めている。2007年の市長選挙にも当初は立候補を、表明していたが、相手陣営からの攻撃に疲れたとして、 最終的に出馬を断念した。一説には、公共事業をめぐる確執があったという。同年4月30日、一期で退任。なお、2003年の選挙の際にも解文書が出回ったとして、行田警察署に告訴状を提出し、受理されている。2008年1月29日、地元の建設会社の役職者及び元市議の大沢、一郎ら3名が、 2006年11月15日に行われた、始発中の下水道関連工事の入札において、談合し公正な入札を妨害したとして、競売入札妨害の疑いで逮捕される。その直後の2月12日、群馬県みなかみ町の温泉旅館の客室で首を、吊って自殺。66歳遺没。ありがとうございます。